でウェリーにとってですね、地面で、まあ、周りの審判に囲まれた状態で、ご飯を食べるよりかは、まあ、上の方に登ってきて単独でご飯を食べた方が、まあ、安心できるということでですね、上の方へ登っていきます。で、これはですね、チンパンジーに寄り添いたと思いますか、この仲間だったらちょっと安心できるなとか、この仲間だとちょっと安心できないかな
し、逃げられる、すぐに逃げられるところにですね、行ってご飯を食べようとか、そういう形でですね、周りをよく見る力ですね、チンパンジーではあります。はい、ではですね、ちょうどお昼ご飯があるようなんですけれども、これはですね、チンパンジー、野生のチンパンジーがですね、果実を食べる動物ですよという紹介をされている、からじゃないかなというふうに私は、考えています。で、確かに野生のチンパンジー果実食べますが、野生の果実というのはですね、一年中実っているわけではないんですね。1年のうちのある特定の時期にしか実らない。その時期は確かに美味しい、果実は美味しいですかね、栄養分もたくさん、あるので、それもの食べますけれども、それ以外の時期というのはですね、葉っぱを食べたりとか、草を食べたりとか、昆虫を食べたりとかですね、いろんなものを食べてしのいでいるわけですね。お昼ご飯ということで、チンパンジーたち今ごぼうとじゃがいもと玉ねぎを食べているんですけれども、ごぼう、じゃがいも、玉ねぎってチンパンジーの餌として、あまり想像されない餌だと思うんですね。動物園のチンパンジーって普段どういうものを食べてると思いますかというお話をするとですね、大体のお客さんはですね、リンゴとかバナナとかオレンジとか、そういう果物とかを、食べているんじゃないかな。食べている食べ物に甘くアップ、ミナミヒット方法、ということがですね、最近になってよく分かってきました。で、フルーツというとですね、私たちの生活の中でもおやつにフルーツ、おやつにフルーツを食べるというとですね、すごい伝統的なイメージがありますけれども、チンパンジーたちにとってフルーツって、チンパンジー、野生のチンパンジーがですね、果実を食べる動物ですよという紹介をされている、からじゃないかなというふうに私は、考えています。で、確かに野生のチンパンジー果実食べますが、1年のうちのある特定の時期にしか実らない。その時期は確かに美味しい、果実は美味しいですかね、栄養分もたくさん、あるので、そういうものを食べます。ちなみにですね、フルーツで、ご飯として主に与えることでですね、一番怖い病気というのが、実は虫歯になります。怖い病気たくさんあるんですけれども、一番に実際に、そしてかかりやすくて、そして、第動機というのが虫歯になるんですね。はい、ではですね、そろそろ、UFO キャッチャーに、来てくれそうなチンパンジーというのはすごい健康的なイメージがありますけれども、チンパンジーたちにとってフルーツってどういうものなのかというと、ケーキとかドーナツとかチョコレートとか、そういう甘い甘いおやつだと考えてください。で、そういうものを3食ですね、たくさん与えられて、おやつ、甘いおやつが、食事になってしまうというふうに、そろそろ UFO キャッチャーをやれそうな、感じが、してきました。今まではですね、このお昼ご飯というのはあまりチンパンジーサイドはですね、努力しなくてもご飯食べれるんですね。それからですね、コントロールのいい飼育係がチンパンジー一人一人ちゃんとですね、均等に早く言うな、餌を投入してまいりました。この中から、餌を取り出すにはどういう風にしたらいいか分かりますかね。チンパンジーたちが少々お待ちください。